東京五輪体操男子予選24日有明体操競技場。日本の内村航平が出場し、鉄棒でまさかの落下。13.866点で、この時点で種目別決勝に残る順位に入れず、予選落ちが決まった。落下した後も立派な演技でした。最後までピンと伸びたつま先が美しかった。4度のオリンピック、お疲れ様でした。良い演技をたくさん見せてくださりありがとうございました。